駅正面初石駅は千葉県流山市西初石三丁目にある東武鉄道の打線の駅である。駅番号は TD21。江戸時代に新しく開墾された農村地帯であったために、この辺一帯は青田神殿、初石神殿と呼ばれていた。そこから神殿を取って初石と命名された。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。駅舎は 大宮方面ホーム側にあり、柏方面ホームとは、古線橋により連絡している。古線橋にはエレベーターが併設されており、乗り場のドアの色は1番線が赤、2番線が青である。かつては、柏方面ホームに3番線があったが、後に撤去され、河川復旧用資材を置き場として使われていた。駅出入り口の柏よりに、スロープが設置されている。トイレは、 大宮方面ホーム側にあり、オストメイト対応器具を備えた多機能トイレを併設する。2020年度の1日平均乗降人員は15,250人である。2005年8月24日に、東駅豊敷駅間において、流山大鷹の森駅が開業し、その後流山市が運営するコミュニティバスである、 流山グリーンバスが流山大高の森駅に乗り入れた影響で近年は減少傾向が続いている。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下表の通りである。駅北側を千葉県道47号森谷流山線西側に常磐自動車道が走る。千葉県立流山大高の森高等学校流山郵便局千葉。 県立流山高等学校、京成バス、初石駅入り口と、西初石三丁目が最寄り停留所だが、徒歩5分程度離れた場所にある。かつては駅前に東部バスの停留所があり、柏駅、西口駅が、わずかの本数ながら運行されていた。ありがとうございます。